APOD、2015年1月13日、シャボン玉星雲。白鳥座の星が豊富な領域に浮かぶ、このシンメトリーの愛らしい星雲は、まだ一部の天体カタログには収録されていない、数年前に発見されたばかりの星雲です。具体的には、アマチュア天文家、デイブ・ジュラセビッチさんが、2008年7月6日に、彼撮影の、ニュージェネラルカタログ6888番、三日月星雲などを写した、白鳥座の込み入った領域の写真から発見しました。その後彼は、この星雲を、IAU、国際天文学連合に届け出ました。さらにそのたった11日後には、メルヘルムさんも、シエラ遠隔天文台でこの星雲を独立に発見、キース・クアトロッキさんと共に撮影し、これまた IAU に未知の可能性がある天体として報告しました。今日取り上げた写真の左側に見えているその星雲は、今はシャボン玉星雲と呼ばれています。この新しく確認された星雲は、一体何なのでしょうか？最も可能性が高いのは、太陽に似た星が一生の最後を迎えた姿、惑星状星雲です。明日の APOB は、オリオンから放たれた玉、です。